つまり12戦11勝、勝率 91.6% です。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は1日100回エントリー可能で勝率 91.6% 起こる、かなり稼げる手法をマスターさせます。まず100回エントリー可能っていうのは単純に100回チャンスがやってくるってわけです。ただそこで勝つことができなければ全く意味がないですよね。ですがこの賞は単発勝率 91.6% 起こるので圧倒的勝利を収めることができるんですね。つまりかなり稼ぐことができるってわけです。実際に僕の友人が分資金1万円でスタートし月180万円以上稼げた仕様になりますので、僕も公認のプロお墨付きの仕様となっております。バイナリー初心者の方でも1日平均で9万以上は稼げるので3日もあれば新卒の初任給くらいは楽々超えることができるんですね。なのであなたも現状維持のまま人生を終えるのか、それとも少し娯楽の時間をバイナリーに当て生活に余裕を持つかっていうのは行動一つで変えられますので、この動画最後までご覧になってからこの先の将来をイメージしてみてください。それでは早速解説をしていきますので、チャート画面に切り替えます。もうすでに画面の方に今回使うインジケーターのが挿入されています。今回使うインジケーターは CCI と RSI となりますので、まず CCI から挿入をしていきましょうか。こちらのナビゲーターを開いていただいて、こちらのコモディティチャンネルインデックスっていうのを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずこちらのパラメータ、こちらを見ていただいて、こちらの期間を14、適用価格をティピカルプライスと設定をしてください。で次にこのレベル表示ですね、こちらを見てもらって、デフォルトですとマイナス100と100っていう風に入ってるかと思いますので、こちらの削除から一度すべて消してください。そして新しくこちらの追加からこのように150とマイナス150っていう風に入れてください。で設定できましたらこちらのキーボタンを押してください。そうするとこのように表示されます。でこの CCI の特性について簡単にお伝えしておきますと、 CCI っていうのは価格の売られすぎまたは買われすぎを表すオシレーター系のインジケーターで、RSI とよく似ています。ただ RSI と異なる点は、 RSI は0から100で表されるに対して CCI は上限と下限が決まっていないので、 RSI よりもより正確に判断することができます。なので RSI に比べて動きが大きく、それに反応が早いっていう特徴があります。一般的には100以上で買われすぎ、マイナス100以下で売られすぎっていうふうに判断するんですが、今回はより根拠を強めるために数値をきつく設定しています。では次にこちらの RSI を挿入していきますね。ナビゲーター見ていただいて、こちらのリラティブストレングスインデックスですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずこちらのパラメータ見てもらって、こちらの期間を5、適用価格をクローズと設定をしてください。で次にこちらのレベル表示見ていただいて、デフォルトでねこのように70と30っていう風に入ってるかと思いますので、このまま使用していきます。でこちら設定できましたらこちらの OK ボタンを押してください。そうするとこのように表示されます。でこちらの RSI の特性についてお伝えしておくと、 RSI っていうのはリラティブストレングスインデックスの頭文字を取ったインジケーターで、日本語に翻訳すると相対力指数となり、指定した期間の相場の勢いを示すインジケーターとなります。こちらのサブチャートに0から100までの数値で相場の売り買いの勢力の強さを示し、相場の過熱度を探る場面で主に用いられます。一般的に30を下回ると売られすぎ、70を上抜けると買われすぎっていうふうに判断するんですが、相場の状況によってはさらに勢いが強くなりますので、今回はこの特性を活用していきます。以上で今回使用するインジケーターの挿入方法や特性がお分かりいただけたところで、実際のエントリーポイントを見ていきましょう。で、まあ、今回も半エントリーのポイントから解説をしていきます。まずこのように CCI がマイナス150のラインを下抜いたところに注目してください。なのでこちらですね。そして次に RSI が30以下を推移しているところが条件一致したところになりますので、この達成が半エントリーのポイントになります。ではなぜここで半エントリーをかけていけるのかっていう根拠についてなんですが、まず CCI は一般的にマイナス100以下で売られすぎっていうふうに判断されますが、 CCI の値には天井や底がないのでどこまでいくかっていうのがわからないですよね。かといって必ずその数値に達するわけではないので、今回はマイナス150と設定をし、それを下抜いたら売りがかなり入っている証拠です。
そしてそのタイミングで買いに入る傾向が出てきますので、そのタイミングっていうのを RSI が探ってくれるんですね。 RSI の特徴は30以下で売られすぎっていうふうに言われていますので、同じように売りが多くなるにつれて買いを入れる傾向があります。ですので、その互いの取引量が売られすぎっていうふうに判断されたタイミングで逆張りの半エントリーをかけていけるっていうわけなんですね。以上が半エントリーの条件と根拠になります。では次にローエントリーのポイントを解説していきますが、見るポイントとしては一緒です。でこちらの縦線が今回の章のローエントリーのポイントとなります。まずこのように CCI が150のラインを上抜いたところに注目してください。なのでこちらですね。そして次に RSI が70以上推移しているところが条件一致したところになりますので、この縦線がローエントリーのポイントとなります。でまあ、簡潔にローエントリーの根拠をお伝えするんですけど、まず CCI の値には天井や底がないので、これはどこまでいくかっていうのはわからないですよね。なので今回は150と設定をし、それを上抜いたら買いがかなり入っている証拠です。そしてそのタイミングで売りに入る傾向が出てきますので、そのタイミングっていうのをこちらの RSI が探ってくれるんですね。 RSI の特徴は70以上で買われすぎっていうふうに言われていますので、買いが多くなるにつれて売りに入る傾向があります。ですのでその互いの取引量が買われすぎっていうふうに判断されたタイミングで逆張りのローエントリーをかけていけるっていうわけです。以上がローエントリーの条件と根拠になります。どうですか、これエントリーポイントは明白でめちゃくちゃ簡単ですよね。それにこの章のインジケーターは見かけたことがあるかと思いますので、即実践に移せるかと思います。でここでこの章の注意点になるんですけども、とにかく間違いないこと、たったそれだけっていうふうに思われた方もいるかと思いますが、こういったポイントのように RSI を見てから CCI っていう順番にこれ見てしまうと、条件が一致したポイントかのように感じてしまうんですね。つまり根拠が全く伴わないエントリーになってしまいますので、必ず CCI を見てから RSI っていう順番に見るようにしてください。基準にするのは CCI、 これだけは守ってもらいたいので、資金を溶かさないためにも他のポイントを見ていきます。早速なんですが、こちらのポイント、こちらはハーエントリーのポイントですね。まず CCI がマイナス150のラインを下回ったタイミング、こちらを基準にしていきます。その際に RSI が30以下を推移しているのが確認できましたので、こちらの達成の次の足でハーエントリーをかけていきます。そうするとこちら要線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。で続いてはこちらローエントリーのポイントです。 CCI が150のラインを上回ったタイミングを基準にしていきます。その際に RSI が70以上推移しているのが確認できましたので、こちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。でまあこれ見てもらうと分かる通り、エントリーポイントがめちゃくちゃありますので、これサクッとねこれ紹介していこうと思ったんですけど、一番重要なポイントがあったので先にそれをお伝えしますね。それはこの仕様の相性のいい時間帯です。日本の為替市場が開いている時間っていうのは、逆張りをするこの仕様に適した相場状況なので、なるべくこの時間帯でのトレードをおすすめします。ですが副業でやられている方が多い中で、やはり昼間の取引が難しいっていう風に感じる方も多いかと思いますので、もしこの仕様夜間帯で使いたいよっていう方は、僕の LINE におすすめの時間帯っていう風にメッセージをください。その際にグッドボタンを押した写真を添えてもらえると嬉しいです。まあこれ仕様自体そこまで難しくはないんですが、エントリーポイントの多さを重点的にお伝えしたいと思ってますので、もう少しだけエントリーポイントを見ていきますね。でこちらはハーエントリーのポイントです。まず CCI がマイナス150のラインを下回ったタイミングを基準にしていきます。その際に RSI が30以下を推移しているのが確認できましたので、こちらの達成の次の足でハーエントリーをかけていきます。そうするとこちら要線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。でこちらは反対のローエントリーのポイントですね。 CCI が150のラインを上回ったタイミングを基準にしていきます。でその際に RSI が70以上推移しているのが確認できましたので、こちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。でこちらの縦線なんですが、こちらは負けてしまってますね。条件が揃っていますが負けてしまっています。ですがここまでの結果を見てもらうと分かる通り、1分取引特有のエントリーポイントの多さと勝率の高さが物語っていますので、全然気にしないで OK です。まあこれどちらかというと、こういった一度の負けで感情的になってしまうのであれば、リアルトレードは控えた方がいいです。
サインツールなどのシステムであれば、表示されたサイン通りエントリーをかけるだけなので、ある程度感情をコントロールできますが、裁量手法は自身のメンタル管理が大きく関わってきますので、デモで何度も繰り返し試すことをお勧めします。で、実際にここもエントリーポイントですよね。まず CCI がマイナス150のラインを下回ったタイミングを基準にしていきます。その際に RSI が30以下を推移しているのが確認できましたので、こちらの達成の次の足で半エントリーをかけていきます。そうするとこちら要線ついてますので、しっかりと勝てているのがわかります。でもう手法の条件なんかはバッチリだと思うので簡単に見ていくんですけど、このポイントでは半エントリーをかけていき、このように次の足要線ついているのでしっかりと勝てていますよね。でこのポイントではローエントリーをかけていき、次の足陰線ついてますので勝てていますね。でもう少し見ていくと、ここもしっかりと勝てていますし、このポイントもしっかりと勝つことができています。で今回紹介してきたポイント、直近で紹介して全部で12個ポイントがあったんですが、なんと11ポイント勝つことができています。つまり12戦11勝勝率 91.6% です。これすごくないですか。1日100回はエントリー可能なので、かなり稼げる仕様っていうのはお分かりいただけたかと思います。中でも特に相性のいい時間帯なんかも合わせて紹介しましたので、がっつり稼ぎたいっていう方には特におすすめな仕様となっております。それに冒頭でも触れたように、あなたの行動力で現状維持の人生か、それとも生活に余裕を持つのかっていうのは自分自身の決断で大きく変わってくるっていうのは覚えておいてください。その状況に直面した際に正しい選択を迷わず選ぶことができますので、一緒に明るい未来を築いていきましょう。そして最後になるんですけど、あなたに一つだけやっていただきたいのが僕の LINE の登録ですね。 LINE でしか聞けない有益な情報を配信していますので、今後投資で勝ち上がっていきたいっていう方は必ず登録するようにしておいてください。僕の LINE の登録方法っていうのは画面の QR コードを読み取ってもらうか、この動画の概要欄にも URL が貼ってありますので、そちらから友達追加をしてもらえればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで今回はここまで。